気持ちセカンドです。今日は韓国コンビニで買ったこれをちょっと食べながら、もうそろそろ誤解を解きたい話についてを話します。まず食べようか一体。はい、こちらなんですけど、韓国コンビニでね今売られてる確かね CU の商品だったかな。で、ピジュンっていうなんか人気のねかき氷屋さんだったかながあるんですけど、そこがほら出してる商品なのかな。なんかオーブンで焼いてもいいみたいだけど、そのままでもいいのか。チンしても良さそうだよね。チンしようか。オーブンはちょっとめんどくさいので。はい。ということで、こちらがバンガッカンインジョルミタルト。まあ、ちょっとこの伸びてる感じでわかると思うんですけど、きなこ餅タルトです。40g 入りで 194kcal。ちょっと開けました。チンする前に一旦見とこう。チンしてからさ、原型とどめてないパターンたまにあるから。はい、こんな感じ。あ、でもパッケージと一緒ですね。上にナッツのスライスナッツみたいなのとかが乗って、はい、下はちょっとサクッとした感じのタルトになってます。どうしようかな。オーブンじゃないか、レンジだから何秒かわかんないけど、とりあえず。1、2、3、4、5。これでいい？どう？あ、いいんじゃない？熱い。ちょっと割ります。すごい餅がとろけてる。熱。きなこ餅の味がするかっていうと若干ナッツが強い。めっちゃ餅は伸びる。うまっ。なんか熱すぎてもう慌てて食べたけどさ、うん、美味しかったよ。なんかもう一個ねよもぎバージョンがあったけど、私たまに韓国のってさ日本よりもよもぎが強い場合が多くって苦手なことがあるので、ちょっとよもぎ買わなかったんですけど、よもぎ餅バージョンもありました。まあよかったね、チェックしてほしいんですけど、ちょっとねこっちはメインじゃないんですよ。ちょっと今日のね話したいお話なんですけど、まあ、そもそもは私がねきっかけ作ったかよくなかったんですけど、過去にね私が炎上した話の一つに、事務所の新年会の時に私が動画でカメラ回してる時にね、後ろにいた外国人のなんかクリエイターさんかなんかが日本の病名的なものをギャグみたいにして言ったらしいんですよ。で、私たちは何を言ったか、私編集の時も何言ってるかよく分かんなくって、そのままこうノリでみんな笑ってたから笑ってたんですよ。そしたらそれがなんかこう本当に病気の名前っていうのは後で知って、でそれがまあ動画でね流しちゃってから炎上に至っちゃったんですけど、最近でもねコメントであなたが病気についてを笑ったことを許しませんみたいなのが結構来るんですね。で忘れてませんよみたいなのが来るんですけど、これは本当に誤解を解きたくって、私はその病気についてを全然笑ったわけではなく、ただギャグとして何か誰かが言ってらしい、それは本当に良くなかったし私が気づくべきだったんですけど、ただ本当に何を言ったかが分からずその場のノリで笑ってたから、その言葉で笑ったというわけではないっていうのをちゃんと誤解を解きたいなって。なんか私がそういうので炎上したっていうと、なんかこうそういう炎上した話が出る時ってなんか私がすごい悪意を持ってしたかのように書かれる時があるんですけど、まあ実際私が何とかできた問題だったし私が注意すべきだったかもしれないないけど、ただちょっと私が悪意を持ってしたとは勘違いしてほしくないなっていうのはすごく思ってて、結構炎上したらいろんな記事が出たりいろんな人が書いたりするじゃないですか。でその内容については後からもまたずっとコメントできたりするんですけど、それを見た人はちょっと違うように伝わっちゃう場合が結構あるので、でなんか過去の炎上を私は今まで自分の意見だから実はこうだったんですよっていうのをあまり言わずに来ちゃったんですよ。でなんか言わなかったのはなんか私の中で甘かった、なんかこうそれ信じる人いるのって思ってたとこもあったけど、ネットの嘘の広まりをちゃんと理解してなかったというか、嘘も事実になるっていうネットの世界をまだ甘く見てたとこがあって、もうなんか今更言ってもみたいな感じで言ってこなかったけど、私ねある時からやっぱり言わなきゃダメだって思い始めて、自分の意見をねちゃんとこうやってチャンネルで言える場所があるんだったらちゃんと言っていこうと思って、
って。で、この件に関しても未だにまだコメントで結構来るから、その私がなんだろう、その病気をバカにして笑ったような感じで書かれてて、その方が私が本当にそうしたと思って書いてる方なのか、もしくはアンチの方でこう嘘情報を広めようとして書いてる方か、どっちかはわからないですけど、ただちゃんと事実の形で書いてくださるならいいんですけど、私がその病気をいかにもバカにしているかのように書かれるのがすごく嫌で、それをちょっともういい加減終止符を打っておきたいなと思って、今日話させていただきました。まあなんかね、この話だけを動画にして撮るとなんかすごい硬いというか重大な動画を出したみたいな感じになるのが嫌だったから、まあいつもみたいにね、商品紹介とともに、まあちょっと話すよ的な流れで今こうやって話させていただいてるんですけど、事実を伝えたいだけなので、そんななんか硬いご報告みたいな感じではないのでね、はい、まあそういったことなんですっていうのをちょっと、もしね勘違いしてた皆さんがいらっしゃったら、ちょっと頭の片隅にちょっと置いてくだされば私的にはありがたいなと思っております。ネットってね本当に難しいんですよ。どっかの一言でもうすごいそれが広まって、それがあったかも事実かのようになるってことが今までめちゃくちゃあって、なんか誰が本当に最初言い出したかわからないですけど、知ってますよ、知人に聞きましたみたいなのを結構書く方がいたり、トギモチさんこういうのしてるの見ましたっていうのも今まで書かれましたよ。いや、やってないから、言ってないから、そこ言ってないから、もうめちゃくちゃあります。でも私が言っても見ましたでもみたいに言われたら証明ができないことも結構あるんですけど、ただ唯一証明ができたのは離婚説かな。私一時期めっちゃ離婚してる離婚してる離婚実は離婚してるすごい書かれた時があって、私ジョンセっていう、そのなんていうんですか、2年契約のやつで結構引っ越したりを何回かしてるから、引っ越しすると離婚したことになるのと思って、私引っ越してることも何回も言ってるけど、その引っ越したのが離婚したんじゃないかみたいなのとか、まあ、他にもいろんな理由をつけられて、結構ねその説も言われたけど、してないの分かりましたよね。なんかね、もう本当に証明できるものは証明できるけど、お互いこう言い合いっこでしたしてないしたしてないの繰り返しだと証明ができないこともあるじゃないですか。だからさ、もう本当にネットの情報ってね、本当に大半嘘って思っていいぐらい、私はもう嘘を事実にされるんだなっていうのを身に染めて思ったから、だからもう芸能人のニュースとか見ても本当にちゃんとしたリポーターが言ってても嘘だろって思っちゃう。だってそういうちゃんとしたリポーターさんとか、なんかこう有名な雑誌さんとかが言ってても、結局数年経ったら実はこうだったって分かることいっぱいあるじゃないですか。だからさ、その長い間の期間、その芸能人の方はその嘘で我慢してきたんだなとか思うと、私はただね、こうやって動画上げてる身で普通の人だから、まだねそこまで大ごとならないけど、あ、芸能人の方って大変なんだなって思ったりはすごいします。なんか自分がこういうね、ちょっとこう人の目に触れるような感じのね動画上げたりしてるから、まあそういう経験もちょっと味わってきて思ったことです。もう本当にね、皆さん自分の目で見たものとか確かだっていう証拠があるものしか信じないでください。もう本当に、もうこれもう今なんかもう言いたいのが山ほどあるけど、もう全部は言わないけど、なんか変な、もうなんかどっかのなんか インスタの写真がどっかなんか一致してるから確実だとか書かれて、いや知らんし、それ友達と言ったしみたいなのもめっちゃあるからね。私もう本当に怒ってるよ。その友達に証明してほしいよ、出てもらって。もう本当にいい迷惑だよ。もう今までそんなのが山ほどあるからさ、もうそれでなんか違うんですよ、こうなんですって言ったら、言い訳してる、嘘ついてるって、嘘つきみたいな扱いされて本当に、って今まで思うことがいっぱいあった。っていう、ごめんなさい、なんか私のお話になっちゃいました。気軽に聞いてもらったら嬉しいです。なんかもう結構過去のことだしもういいけど、それを本当に嘲笑ったかのように書かれると他の方が信じてしまう方がいらっしゃるので、もう終止符を打ちたいです。はい、というのをお伝えいたしました。以上、きなこもちタルトと、ちょっとした言いたいお話でした。